では今日のパワープロはこちらですね。パワープロコレクションガチャをちょっと引いていきたいと思います。30連目で PSR のアバタ君で、40連目で PSR の、楓ちゃんがもらえるということになってますので、まあ、とりあえず引いておこうかなという感じです。で、厳選20キャラのみ出現になっているんですけれども、出現割合を見てみると、まあ、ピックアップキャラ 1,2 で、まあ、さっきの楓ちゃんとアバタ君がいます。で、ピックアップ以外は、まあ、ジャスコ、バスタナ、墓松野ちゃんという子を続いてきて、こう絶品が揃え揃えられているかっていうと、まあ、そうでもない。まあ、使えるキャラはね、もちろん同絵とかも入ってるんで、まあ、いいキャラもいるんですけれども、全体的に見るともう本当名前の通りコレクションガチャですね。コレクション用に、まあ、引いていきたいと思います。じゃあ単ガチャ1回引きます。これはバナーの PR 以上で、あと一応10連の方が PSR のね出現率が2倍になってます。ずっと、まあ、一応そんなところも、ありますということで、10連目は、PSR1 枚確定してますね。まあ、持ってて損はないでしょ。損はしないと思う。頻繁に使うかって言われたら使わないんだけど、まあ、アバタ君とかはね本当にオリジナル変化球がもらえるんで、てかね、俺虹谷の PSR はもうプラゴなんですよ。で、あっちは全く持ってない、エンジェルフォールの方は。だって何気にね、エンジェルフォールの虹谷は欲しいんだけど、おまけ。まあ、虹谷をね、やっぱりちょっと全盛期に比べれば勢いは下がっちゃったんだけど、まあ、強キャラであることは間違いないですからね。で、20連目はバナーの SR と。で、楓ちゃんは確か何かの商品とかだったんだっけ。で、40とかに解放しないといけないようなキャラだったと思うんですけど、まあ、全然解放できてないんで、まあ、あれば嬉しい。ただ PSR を手に入れたところで、アバターいっぱい出てくるな。あ、でもまあ、楓ちゃんもいっぱい出てくるか。まあ、40% だっけ ?2 人が出てくる確率。そう、40までいかないといけないっていうところだよね。ポンコツとか持ってんだ。スタミナとコントロール全然見てないな。逃げ玉、打球反応、ポーカーフェイス、緩急っていう感じになってます。で、ガンダーのおやつ。じゃあ30連目、ここはそよ風アバタ君が PSR で出てきますと。1枚確定枠しか入ってない、まあ、もちろん持ってないんで PSR 回収、まあ、レベル5まではねさすがに上げられないんで、45にも多分できるけど、アバタいっぱいいる。で、50になるとちなみに何がつくんだ。あ、タックのパーセンテージが、あ、でも20上がるんだね。それは結構でかいな。変化球ボーナスと練習効果アップもついてんだ。悪くはないと思う。変化球プライド、そうか、コツ変化球プライドなんてあるんだ。コツなしのキャラだったからね、アバタ君は。まあ、それを考えると使いやすくはなってるね、確かに。じゃあ PSR の雪の楓ちゃんも回収して終わりにしましょう。結局確定枠しか出てない。ほい。で、50が40までは普通に持ってけるんで、あ、練習効果アップ10、20、30か。あ、これは本当に PSR は解放すればするほど強くなるね。で、精神ボーナスがついてる。やっぱね、基礎ボーナスは1つは欲しいよね。で、タックがだから45、まあ、2種類練習だからしょうがないとして、スタミナも一応2はつくのか。2までしかつかないかな。まあ、スタミナ、まあ、練習あってね、スタミナがつかないキャラがいるからね、それちょっとね、スタミナ練習としてどうかなっていうところがあるんですけど、まあ、2はちょっと少ない気はするけど、まあ、ないよりはマシっていったところか。
というような感じになりましたと。じゃあ今回の、パワープロはこれで終了します。